暑いですけど、どうぞよろしくお願いします。
たのやが、おいらここまで来いと引っ張ってそれはあんまり釣れなかろうぜ。だから初めに言うてある、何にも知らない田舎者の四甲斐はい、重い頼むにもかかわらず、そりゃあまりなあやつだらしいもの、うちで言うのじゃないけれども、聞いておくれよのだよ、わしの元来生まれつき女にいい顔じゃない、野州で今なりひらと人に言われた男であった。ちょうど私が身を残し何の因果か知らぬのも、いつかは妄想の妄想のために一夜に花というの、これ間際に縁談破談、まだその上に店の向かいに読み入りの朝ない女の顔を見るたびに、お化け、お化けと罵られ、そんな悔しさ口惜しさ、お花用の嫁もらい、あれが佐野屋の女房だと嫌われるのは安心いるな、ならこの吉笑えてもらおうか、いかにこんなやつはしも、いやとは言えない人の離れに来たりのよさん、待ってください三年だ、それが二人の身のためと説いて聞かせて、やがて身受けの話となる、下地があるのに飲む酒の飲み柱の絵のよ、その顔でその面で吉原の太夫に受けは出た、茶屋だけくらうは何事だ、前にあったるはりせんの共に箸と投げる期待に、
席を改めて飲み直しを。いやいや私の不調法、今日はこれにて帰ります。どうせ言っては明日のこと、言葉残して待ってよ。一足をもてでた途端、後ろでどっと笑いもて、何事なんと振り向きにすれば、今へ手すりで後足のせ、これにおかしに腕組みかわし、お化け大臣の帰りだ。化け物空の印なら、これがどうかと見上げろ、顔に吐きかけろ。これまでとさの親が勘で心のおがきで、今で見ておれやつは司法書、必ず生かしておくのなかと、いや身内に迷惑かけちゃならないと、人別抜いて結ぶもの回らなおすごもり、店の上にこらまさが歌いましたの一尺三道中だし、鞘を払ってお支払い、今の生まれまたあんがたりぶさ、里の夢なんかもつれて入りにと映るけど、ちょうど時間熱く御